藤井貴一郎から1942年は日本の教育者。現在の秋田県大仙市内大友出身。内大友村宮林新田村出身で小松清兵衛の次男。1878年、秋田市藩学校の第一期生。軍内の小学校訓導を歴任し、六郷町本堂町の町医者、藤井玄瑞の養子となり、1883年12月。 少女竹と結婚。1887年に六郷町上町に分家。1884年、独立新校者が立った六郷小学校へ着任し、1889年には校長となった。以来、1922年での約43年間に県の私学館なども歴任しながら、3度にわたり六郷小学校の校長を務めた。同時に、 県教育会の副会長として、県教育の振興に尽くした。友会では、岩谷淳太郎、熊谷と並ぶ専任講師だった。新たに入学式と教育規定を制定し、校歌や国旗の保護社会の創設など、県下の教育会をリードする教育実践を展開した。1908年、高等化3年を設け、軍内で初の9年修行を実施した。 現在の六号町の学校教育の基礎を築いた人物である。ありがとうございます。